昨日宝箱を開けた時にこう中心からぐるっと回って開けるといいらしいんですよって言って外れだったじゃないですか。その時についたコメントが、いやミサさん真ん中から逆側の反時計回りですよとか、いやいやミサさん上からっすよみたいなコメントがゴロゴロついたんですよ。俺心配だよ。お前たちもしかしてアムウェイとかハマりそうじゃないか。お前たちのことを俺は心配に思っています。お母さんあなたたちのこと心配に思っています。どうも皆さんおはようございます。ミサです。本日は、グラブル宝箱チャンス、8日目かなということで回していきたいなというふうに思うんですけれども、まあ今回はね、なんとまあ視聴者さんからのコメントをいただきまして、まあ真ん中から回すと当たるらしいんですけど、なんかね逆回りだったらしくて、そう左回りとかなんか上から回るといいらしくて、あそうなんだって。ところでなんだけど、僕最近ねアムウェイってやつを始めたんですけど、ちょっと皆さんもね興味ありましたらね、という冗談を置いといて回していきたいと思います。これガチャ何日までだっけ。8月9日明日までか。明日どうなるんだろうね。なんかさ、そうグラブルで不穏な情報が出てたんですよ。でどういう情報が出てたかっつうと、なんかグラブルのキャラクターの最大キャラクターの数字が謎のタイミングで増えていたというか、2人ぐらい増えてたらしいんだよね。どこだったかな、ここら辺のキャラクターのアチーブメント、そうここのアチーブメントで仲間キャラクターってのがいるんだけど、626だが625だったんだけど、なんか2人増えたらしくて、そうちょっと仲間キャラクターが増えてるらしいのね。だからまあもしかしたらなんか9日とかはガチャ待った方がいいかもね。まあただ今日は生放送あるからグラブルの、まあそこら辺で情報が出るかななんていうふうにも思うんですが、まあちょっと今回はこちらの方回していきたいと思います。それじゃあいきます。ヘイムダル欲しいな。虹ヘイムダルキャモン、ヘイムダルキャモン来ない。シルバームーンは何個、シルバー、あこれはね、いや子供の頃さ、グラブル始めたての頃さ、この風の銃にお世話にならなかった。この火の銃にもお世話になったけど、まあ、ただね、このね、このウィンドクロスは、俺がグラブル初心者だった頃、ティアマト銃の4凸を作る際に、銃エレとなってくれた貴重な銃なんですよ、ウィンドクロス。今これ見るとタイヤーの解放武器っぽいよな。まあタイヤーいなかったんですけど、ウィンドクロスがあった頃は。まあステータスもそこそこ高くて、銃だし、後陣ついてるしってことで、まあちょっとお世話になった記憶があります。ピーシーズ。これも風の、あ、火の銃だね。それじゃあ、グラブル宝箱チャンス、回していきましょう。いきまーす。あ、リミテッド武器欲しいな。まあ、リミ武器で言うと、どうだろう。土属性がなんか武器欲しいんだよな。え、でも土のリミ武器もうだって八幡凪だと思ってるしな。何が欲しいんだろう。まあ、ちょっととりあえず自分が欲しいものを。たも、あ、来た上にも行けず、左にも行けず、真ん中から右側にぐるんと回ろうと思って、回って、逆回りですよと言われて、上から派とか左から派とか試そうとしたけど、ミザ選手初手から積んでいた。言うなればハンターハンターのアリ編だよな。そうか、貴様は初めから積んでいたのだ。パッ、貧者のバラ、パカリンコ。お、いいのかな。いいね、無料10連だね。まあ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 、無料10連って考えたら、要するに石3000個だもんな。まあ結構嬉しいような感じがしましたね。まあそこら辺の、そんじょそこらの、そんじょそこらのトレジャーよりは、そう、青空の結晶10個とか、エリクシールハーフ10個、ソウルシード10個とかよりは全然いいかな。お、いいんじゃないですか、グラブル10連ガチャチケット。ということでね、まあただ最初にこうなっちゃうと少しだけ寂しい、心が寂しくなってしまうというのはあるんですが、はい、まあ今回はレジェンド10連ガチャチケットということでございました。まあ本日18時からグラブル生放送が始まりますので、僕も生放送するんでしっかりと一緒に見ていきましょい。そんな感じの生放送でした。生放送じゃねえわ。宝箱開けてみたでした。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。